皆さんこんにちは。いつもトモーズフェイバリットチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日から10日間インドではガンパティフェスティバルが始まります。うちのマンションでもガンパティの像を置く神棚をクラブハウスの前に設置し、今朝ドラムが鳴り響く中ガンパティが運ばれました。これから10日間朝晩マンションの住人のみんなでの祈祷が始まります。お祈りの後はモダックという甘いお供え物が配られます。こちらのモダックはココナッツやドライフルーツをきび砂糖で甘く煮たものを詰めて蒸した温かいお供え物です。モダックはガンパチの大好物ということで、この期間はさまざまなモダックがお供えされました。各家の玄関の前もカラフルなランゴーリという砂絵で飾られていて、自宅にガネーシャ神の像を置くお宅もあります。毎日どっかの家の祈祷の招待を受けるので皆で参加します。中にはディナーを振る舞うご家庭もあり、インドの人がこのお祭りをいかに大切にしているか分かりました。10日間のうち3日間は皆で寄付した中から食事が出されます。今日はチャートというインドのスナックが提供される日です。パニプリやセブプリなど私の大好物です。食事はバッフェスタイルで目の前で作ってくれるので、全て出来たてをいただくことができます。今日はドレスコンペティションもあり、子どもたちが思い思いのデザインのドレスを着てきました。中にはポップコーンの衣装の子もいましたよ。今日は私がお供え物を用意する担当の日なので、ミタイ屋さんに来ました。ミタイとはインドのお菓子のことです。ドライフルーツや豆や砂糖をミルクと甘く煮たものがインドのミタイと呼ばれます。今日の夕方のお祈りの後はマンションのロビーでガザルナイトというインドの歌謡曲のコンサートがあります。シンガーは歌を歌うだけでなく、クイズを出したりジョークを言ったりダンスをしたり、とても賑やかな夜になりました。この日は南インド料理が提供されました。米粉で作る薄いクレープはドーサと言います。スパイスが効いたポテトの炒め煮と一緒にいただきます。付け合わせの豆で作るサンバルやココナッツチャツネもよく合います。マハラシュトラ名物ミッセルパオもありました。デザートもあり、朝から大満足の朝ごはんをいただきました。Thank you.
この日は最終日、ガンパティを川に流す日です。朝からドラムのバンドが来て盛大な演奏が始まります。住人の方のご好意でマハラシュトラ州警察の音楽隊も参列しました。ガネーシャ神が運ばれます。神様を送り出すのも盛大です。最後の日は皆頭にターバンを巻きました。このマンションはまだ経って年月が浅いので、ガンパティも赤ちゃんの像です。建物の年月が経つにつれて、ガンパティも大きいサイズの像になっていきます。最後のガンパティをトラックに乗せて、みんなでダンスをしたり、ガンパティバッパーモーリアーと叫んで送り出したら、記念撮影をして、提供された最後の夕食をみんなでいただきます。10日間のお祭りのプログラムが終了しました。また来年も楽しみです。最後までご視聴してくださりありがとうございました。